皆さんこんにちは、オードリーです。今日は楽しい授業じゃないです。嘘です。もし今後日本人の友達に意見があったら、なんかイライラするままにしますか、それとも口に出しますか。じゃあ早速タラハのメンバーの言い合いを見てみましょう。みんな雄大の面接の話聞いた？いや聞いてない。結果は？結果ね、ちょっとね、分かんないんだよね。まだそう、返事待ちらしい。そう、2日3日後ぐらい連絡しますって言われて。怖いねそれ。今所持金は何が？雄大くん、俺の所持金2000円ぐらいかな。2000円でアウトレット行くのきついな。大丈夫だよ、クレジットあるから。ああ、なるほど、ね、月払いできっから。誰のお金？パピー どっか行く？なんか自由カードを一回する？自由カード反対側行きたい。反対側行ってる。俺まずね、パンフレットが欲しい。それ探してる。あ、あるんじゃない？どっか行く？うん、行ってみよう。こっち？反対側？スナイデルは行きたいです。俺、コーチ行くわ、コーチ。こういう白のニットが欲しい。ん？普通の白のニットが欲しい。サングラス、コーチなんだよ。俺、グッチのやつが欲しい、今。When you want to say something you want or something you desire, so you say が欲しい。Something が欲しい。Something が欲しい。So for example, if you want a sweater, you say ニートが欲しい。ニートが欲しい。And something that you don't want, you can say が欲しくない。が欲しくない。So let's watch again and try to catch what they want at the outlet. 俺まずね、パンフレットが欲しい。俺まずね、パンフレットが欲しい。こういう白のニットが欲しい。ん？普通の白のニットが欲しい。こういう白のニットが欲しい。ん？普通の白のニットが欲しい。サングラス、コーチなんだよ。俺、グッチのやつが欲しい、今。字幕なしでもう一回見ましょう。俺まずね、パンフレットが欲しい。こういう白のニットが欲しい。ん？普通の白のニットが欲しい。サングラス、コーチなんだよ。俺、グッチのやつが欲しい、今。え？連れてきて。連れてきてる。男子、全男子連れてきてる。何？どうしたの？いや、なんか雄大のこと怒ってんのが廊下まで聞こえてきたみたいな。聞こえてたらしいよ。なんでそれを今ここで話せと？おう、いや、いや、なんか悪いことしてたんだったら。そうだね、ちょっと。いや、悪いことはしてないんだけど、個人の考えの違いだから何も言えないんだけど、うん、パピーのカードを切ってブランド品を買うのが分かんなかったの、私は。で、それが、あ、それ後々返すよ、全部。欲しい。カードで切っちゃおう、後で返すっていうのが私はちょっといまいち分かんないの。いや、俺の中でもちゃんと計算はしてるよ、全部。例えばいつまでにどれぐらいお金が入って、うん、でこれだったら返せる予算だなっていうふうに計算してる。返すんじゃなくて、まず自分で払う考えはしないの？で、そうさ、お金の都合あるから、だからみんなクレジットカード使ったわけじゃん。で、買うんだったら自分で最初から買えばよくない？なんでいちいち一回一回お父さんに肩代わりしてもらって後から返すの？自分で返せるなら最初から買えばいいじゃん。その時々に違うじゃん、この例えば季節もんで、例えばこの日までしかじゃあセールやってない。だからダメなんだってば。なんで最終的に返してたら別に良くない？人に肩代わりしてもらって買うぐらいになったら買わなきゃいい。だから何日もに返すよって言ってるか、ちゃんと。よくわかんない。自分でクレジットカード切ってる感覚で一緒だよ。だったら自分のカードで切れよって思っちゃうの。じゃあ軽井沢で今何やってんの？これからバイトします、うん、自分が目指してる食の道よりもそっちを欲しいって思っちゃうんだったら、だから違う。だから、いや、料理は目指してるよ。夢は夢だよ、うんうんうん、毎日努力はしてるよ、ちゃんと。いや、別にそれだけどさ、別に趣味の部分と料理の部分また別じゃん。趣味削ってでも料理には生かさない。何か料理のことは自分なりにマックスできたつもりだから、うん、それで今なんだ。何を？今これなんだ。まあ自分が恥ずかしくないならいいよ。親のカード使って恥ずかしくないなら。私は恥ずかしいから使えない。
一人一人違う価値観についてさ、自分の意見を押し付けてそれを悪く言うのは良くないと思う、普通に。だって嫌だもん、親のお金を当たり前のように返せるからって使うの嫌だもん。いや、当たり前にバンバン使ってるじゃないから、ちゃんと相談して。わかるんだけど、だ今たまたま現金がないからっていう話だから、あくまでも親かってなっちゃう。だからそういう頼らないようにしたいなと思って自立したいって言ってたわけじゃん。でも自立したい、どうしたいの、自立したいの、うん、おねのすやすねかじりたいの、なんなの、分かんなくなっちゃったの。だからすごいイライラしたわけ。アウトレット行くまでお金ない、仕事しなきゃって言いながらも親のカードをハイブランドで切っちゃおうかなみたいな、悩んでんだよねって言っちゃったらさ、分かんなくなっちゃうじゃん。え、どっちなの。値段じゃないんだよね、欲しいもん欲しいじゃん。だからそれを親に限って頼るの。頼るっつうか、ただ名義を親だけだから。だからでも自分に帰ろうっつってんだ。もう一回落ち着こう。全然理解できないな。まあ自立したいって雄大が言ってたのを聞いて、だから心配してたんだと思う、瑞希は。いいよ、ごめん、踏み込みすぎた。まあ雄大、俺らから見ると今仕事ないわけじゃん。でやっとバイト面接までこぎつけて、次の給料出るまでも本当カツカツで、多分そういうやっぱ気持ちで、やっぱ心配みたいなやっぱ気持ちもあるんだよね。あの俺もそう、その現場に居合わせたら、おい大丈夫かよって多分言ってたと思うし、だからそれはやっぱもう心配だし、うん、俺らはやっぱちょっと期待してるところがあるから、雄大にやっぱちょっとこう夢に向かってこうちょっとこう一生懸命な姿ちょっと見たいという期待が、そういう水木みたいな気持ちになる気持ちも分かるし、贅沢する姿はちょっと見たくないんだよね、うん、っていう気持ちは分かるし、分かってくれる、うん、まあ、悪気はない、うん、本当に悪気はないんだよ、水木には。でも心配してくれてるのは分かる人だ、うんうん、I know Yuda might have done something wrong, but Mizuki, maybe she had too much to drink. But anyway, the particle O marks a direct action done to the noun. So, for example, kado o kiru, which means you swipe or you charge to the card. So, kado o kiru. And bulando hin o kau. Kau is to buy, so buy branded goods. So that's a direct action. Bulando hin o kau.カードを切る、ブランド品を買う。So these are two actions. What if you want to put these two actions together? So you have to change the 切る to the 手 form. So カードを切って、ブランド品を買う。And because Yuda used his father's card, パッピーのカードを切って、ブランド品を買う。パッピーのカードを切って、ブランド品を買う。And Mizuki said that she really cannot understand. So, わからない is I don't know. わからない. The spoken form you usually will hear, わかんない. わかんない. So, replace the la with the ん. わかんない. わかんない. And another way to say, 理解できない. 理解できない. Like, I can't understand. 理解できない. わからない. わかんない.So let's listen how Mizuki said it so many times. パピーのカードを切ってブランド品を買うのが分かんなかったの、私は。パピーのカードを切ってブランド品を買うのが分かんなかったの、私は。欲しい。カードで切っちゃおう。後で返す。っていうのが私はちょっといまいち分かんないの。欲しい。カードで切っちゃおう。後で返す。っていうのが私はちょっといまいち分かんないの。よくわかんない。自分でクレジットカード切ってる感覚で一緒だよ。よくわかんない。自分で全然理解できないな。全然理解できないな。字幕なしでもう一回見ましょう。パピーのカードを切ってブランド品を買うのがわかんなかったの、私は。欲しい。
カードで切っちゃおう、後で返すっていうのが私はちょっといまいち分かんないの。よく分かんない。自分でクレジットカード切ってる感覚と一緒だよ。全然理解できないな。 This is a revision. 恥ずかしい is embarrassed. 恥ずかしい and 恥ずかしくない is not embarrassed. 恥ずかしくない恥ずかしくない is not embarrassed. So let's watch again and try to catch these two phrases. まあ自分が恥ずかしくないならいいよ。親のカード使って恥ずかしくないなら。私は恥ずかしいから使えない。まあ自分が恥ずかしくないならいいよ。親のカード使って恥ずかしくないなら。私は恥ずかしいから使えない。字幕なしでもう一回見ましょう。まあ自分が恥ずかしくないならいいよ。親のカード使って恥ずかしくないなら。私は恥ずかしいから使えない。本当にありがとうございました。Because your support will make this possible, will keep me continue to produce the content. 本当に本当にありがとうございました。If you feel that this is the right method to learn and you want to join our community, join our big house and be our housemates.Remember in the previous lessons when they want to say お出かけしたい、遠出したい、like you want to do something, you say something plus したい. So this time is you want to be self-reliance. Self-reliance or independent, we say 自立、自立、自立, 自立 like you really stand by yourself. 自立したい, which means you want to be self-reliance. 自立したい、自立したい。And Mizuki asked, どうしたいの? どう is how or what. So, どうしたいの? Like, what do you want to do? Like, what do you really want to do? どうしたいの? 自立したいの? This word is really useful if you want to say that you feel annoyed or you feel that something that's troubling you. You say, イライラする。イライラする。Like, sounds cute though.イライラする。Or past tense, イライラした。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 そういう頼らないようにしたいなと思って自立したいって言ってたわけじゃん。でも自立したい。どうしたいの?自立したいの?おねのすや、すねかじりたいの?なんなの?わかんなくなっちゃったの。だからすごいイライラしたわけ。あ、もう私さ、車の中で聞いて超イライラしたもん。こいつ何なんだろうと思って。字幕なしでもう一回見ましょう。そういう頼らないようにしたいなと思って自立したいって言ってたわけじゃん。でも自立したい。どうしたいの?自立したいの?おねのすや、すねかじりたいの?なんなの?わかんなくなっちゃったの。だからすごいイライラしたわけ。あ、もう私さ、車の中で聞いて超イライラしたもん。こいつ何なんだろうと思って。Let's see the different forms of see, 見る。Don't think about the rules too much, but memorize them in fixed forms. 見る is the plain form of look. 見たい is you want to see, right? 見たい, like 見たい. Negative is 見たくない, don't want to see. 見たくない. And 見て, 見て, 見て is the connecting form, the te form. So 見て, 見てもいい? Can I see? 見てもいい? 見てもいい?Let's watch again and try to catch these different forms of 見る。ブランド見たいってやつなんだよ。ステシじゃなくて、じゃない。シェルター?シェルター行こうよ。シェルター行く?いいよ。ちょっと俺も見てみたい。行け。行こう。ブランド見たいってやつなんだよ。ステシじゃなくて、じゃない。シェルター?シェルター行こうよ。シェルター行く?いいよ。ちょっと俺も見てみたい。行け。行こう。すごい。今日一緒にアウトレット回ってて、グッチ見てもいいとか、ジバンシー見たい。そんなこと言ってたの?っていうのが、よかった俺がなくて。ブルガリ見たいとかっていうのが私は分かんなくてすごいイライラしちゃったの。すごい、今日一緒にアウトレット回ってて、グッチ見てもいいとか、ジバンシー見たい。そんなこと言ってたの?っていうのが、よかった俺がなくて。ブルガリ見たいとかっていうのが私は分かんなくてすごいイライラしちゃったの。まあ雄大、俺らから見ると、まあ雄大、俺らから見ると夢に向かってこうちょっとこう一生懸命な姿ちょっと見たいという期待がそういう水木みたいな気持ちになる気持ちも分かるし、贅沢する姿はちょっと見たくないんだよね。夢に向かってこうちょっとこう一生懸命な姿ちょっと見たいという期待がそういう水木みたいな気持ちになる気持ちも分かるし、贅沢する姿はちょっと見たくないんだよね。
血まこなしてもう一回見ましょう。ブランド見たいってやつなんだよ。うん、七時じゃなくてシェルター？シェルター行こうよ。シェルター行く？いいよ。ちょっと俺も見てみたい。行け。行こう。すごい今日一緒にアウトレット回っててグッチ見てもいいとかジバンシー見たい。そんなこと言ってたの？っていうのがよかった俺がなくてブルガリ見たいとかっていうのが私は分かんなくてすごいイライラしちゃったの。まあ、雄大俺らから見ると夢に向かってこうちょっとこう一生懸命な姿ちょっと見たいという期待がそういう水着みたいな気持ちになる気持ちも分かるし、贅沢する姿はちょっと見たくないんだよね。質問。はい。料理好きなんって言ってるじゃん。うん。普段料理しないのはなんで？いやなんか俺が入っちゃいくまずいまずいかなと思って。うん。そうなんか俺が手伝ったらどうなるの？まあ、手伝う、うん。今日も見てたじゃんずっと俺。うん。そう、なんで見てんだろうと思った。なんか別に料理とかはさ、みんな目指してるわけじゃないじゃん。なんか俺は結構毎日勉強してんだけど料理のこともなんかそうやってやってるのに、なんか何も料理のことに関して勉強してない人たちになんかそういう風になんか言われるのがすごい嫌だ。料理の勉強って何？素材の見極めと、あとは何だろう、火の入れ方とか、どういう風にしたらこの素材がもっと美味しく生きるかみたいな、その知識を今根こそぎ集めてるところ。なんかもうちょいガキから大人に成長したい。ガキだと思ってるでしょ？うん、めっちゃ思ってる。それを一番瑞希に見せないといけないんじゃない？瑞希に？うん、普通に生きらなきゃいいんじゃない？いや、生きってるわけじゃない、決してない、本当に全然生きってるよ、めちゃめちゃ生きってるじゃん。マジ？それがなくなればイラつかせないと思うけど。皆さんは雄大側ですか、それとも瑞希側ですか？コメントの中でシェアしてね。ちなみに私は瑞希側です。